さて、このルーベンスの置き土産にライムのデータが残っているはずですが。ほう、ここまで成長を遂げておったとは。閣下、これは急いで手を打たぬと。エッテル、レオパルドの完成を急がせろ。あ、 92.5%、 もしもこれが間宮小樽の愛の力なら、それは一体どのような愛の力なのでしょうな。間宮小樽。闇と光のバーベキュー大会。タル、そろそろ行くか。あ、おい、行くぞ。でもなんか悪いな、ライムが元気になったお祝いをみんなでなんて。なに、所詮は宴会の言い訳じゃ、気にするな。まあ、そういうことなら遠慮なく。じゃあせめて荷物は私たちが持つよ。そうですわ、貸してください。僕も僕も。あ、ライムちゃんはいいよ。え、なんでさ。いいっていいって。そう、今日の主役だしよ。みんながそう言ってくれてるんだ、甘えときな、ライム。おたるがそう言うなら。よし、出発じゃ。おい、あんまり見せつけんなよな。あ、肉食わせねえぞ。え、バカ、俺はそういうつもりじゃ。ライムが勝手によ。ほら、何すんのさ、オタルをぶっちゃダメ。ブラッドベリー、今日はおとなしいのね。いつもならほらライムって怒鳴ってるのに。腹は立ってんだけどさ、なんかね。オタルをいじめたら僕が許さないんだから。ライムちゃん。ライム、どうした、ライム。今ね、なんかね、気のせいだな、なんでもない。ああ。気のせい、気のせい。あれ、そういや一人足りなくないかの。え、みんな揃ってるだろ。ああ、そうか、ならいいわ。ならいいわ。バーベキュー、バーベキュー。おったるくん、いや、試験の試験、おったるくん、試験。またからよ。いいじゃねえか。いい加減記念直せよ、花形。別にお前をのけものにしようとしたわけじゃねえんだからさ。へえ、じゃあ君には分かるまい。朝起きたら寒風吹きすさぶ長屋に一人ぼっちだった僕の気持ちなど、すごくすごく寂しかったんだぞ、オタルくん。ああ、はいはい。それより花形、その悪趣味な寝巻き早く着替えろ。悪趣味？前を向いてもオタルくん、後ろを向いてもオタルくん、寝ている時でさえ君のことを忘れないこの一途な僕、それを君は君ってやだ。真面目に機嫌取って思いっきり後悔したぜ。花形、すまんが使い頼まれてくれんか。なんで僕が。お断りだ。子供だろ。どうせ僕は子供です。寝坊してみんなに置いてけぼりにされちゃった、かわいそうな子供です。一生やっとり。お使いってなんだい、じいさん。取り皿を忘れてきてな。この少し上流にちょうど皿やら茶碗やらを焼いてる知り合いがいるんで借りてきてもらおうと思ってな。あ、だったら俺が行ってくるよ。そうか、すまんな。主人にわしの名前言えばわかるから。あ、じゃあちょっくら行ってくら。じいさん、この発電機動かねえよ。壊れてんじゃねえのか。何か、貸してみ。うん、ほら、結局。あれ、おかしいの。ねえねえ、おたるは。ちょっと近くまで用を足しに出た。だったら僕も連れてってくれればいいのに。すぐ戻るわい。それよりライム、こいつを引っ張ってみてくれ。え、引けばいいの。うん、思いっきり引け。思いっきりね。そう、思いっきりな。あ、違う、軽くでいい。ハンバヤー！
へえ、粋なもんだな。お待たせしました。揃いのものがなくて申し訳ないのですが。あ、いやいや、そんな、なんかすいません、突然。いえいえ、構いませんよ。源内殿によろしくお伝えください。はい、じゃあお借りします。こういうのってやっぱり焼くのに時間かかるんですか？ああ、それがうちのは特別でしてね。プラズマ窯？ええ、地下に帯電したプラズマを利用して焼き上げる仕組みになっておりまして、これを使うと焼く時間が普通の10分の1くらいで済むのです。まあその分扱いは難しくて、プラズマの微妙な塩梅で失敗することもありますがね。10分の1っていうと、例えば小さいものならほんの 2,30 分で焼き上がるというわけです。あのちょっと頼みがあるんですけど。おたる遅いな。こらライム、そんなにかき回したらお魚さんたちが逃げてしまうじゃないか。かき回してないもん。嘘こけ。してないもん。かき回すっていうのはこうするんだ。だレベル9、実質の最終実験です。始めろ。まさしくプラズマ拡散システム完成していたのか。ガルトラント上空のプラズマ雲拡散完了。エアホール内プラズマエネルギー値ゼロ。成功です、閣下。いよいよですな。舞台は整った。残るは役者だが、間宮小樽、私はこの役を譲るつもりはない。ついにな。
いや、急に来たな。天気が変わりやすいのはいつものことだろ。それにしてもやけに雲の流れが早いの。どうか、気のせいだろ。ホタル、ライム、もうすぐ帰ってくるわよ。でも何かあったのかも。大丈夫だよライム、ほら。あ、参ったぜ。ホタル、今までどこ行ってたのさ。小皿借りに行ってたんだよ。遅すぎるよ。あ、チェリー、すまねえ。手ぬぐい取ってくれねえか。はい。あ、サンキュー。ねえ、ホタル、ブラッドベリー、ちょっとこれ持っててくれっか。はいよ。たまいったまいった、びしょ濡れだぜ、まったく。ホタル、あ、ライム、何怒ってんだよ。怒ってないもん。怒ってるじゃねえかよ。あ、おい、ライム、怒ってないもん。あ、ライム、なんだあいつ。怒ってないもん。ホタルのバカ。力を落とすな、ローレライ。諦めちゃダメだ。アースター、何か方法があるはずだ、絶対に。イエス、誓うよローレライ。俺は必ず君を迎えに行く、必ずだ。アースター、分かった、私は待っています。もうすぐだローレライ。300年の時を超えて。ライム、肉が焼けたぞ。おい、ライム、あんなにバーベキュー楽しみにしてたじゃねえか。ライム、まったく何が気に入らないのかね、こんなにうまいのに。あ、こら、花形、それは俺がキープした肉だぞ。んなこと知るか、取ったもん勝ちだ。それがバーベキューの醍醐味ってやつでしょうが。この野郎、端から。まあ、うちうち。おい花子、こっちのも焼けてるぜ。お、すまないね、ブラッドベリー。ブラッドベリー、こら石ころじゃねえか。何考えてんだお前。あたしは肉だなんて一言も言ってないよ。焼けてるって言っただけさ。おたる様、しょうがねえな、もう。こりゃたまげた。あ、どうしたんだよ、じいさん。ああ、ちょいとさっきのプラズマ雲が気になって調べてみたんじゃが、地下の磁場が狂ってプラズマ反応が乱れまくっておるわい。一体何が起こったっちゅんじゃ。相変わらず研究熱心なこった。あ、プラズマが乱れた。おたる様、おたる、どこ行くのさ。おたる、先生。お、先生。おお、おたる殿か、見てくれ。ひでえ。プラズマはやはり人が扱うような代物ではないのかもしれんな。だがオタル殿、安心なさい。あなたは運がいい。それじゃあ、運がいいか。オタル様、どこへ行っちゃったのかしら。
急に駆け出してったりして。うわ、ちょっとな。おたる、なんか元気ない。大丈夫？大丈夫さ、なんでもねえよ。おたる、さっきはごめんね。え？だってさ、僕おたるがあんまり遅いからすごく心配してたのにさ、おたるってバチェリーとかブラッドベリーとかとばっかり話して。ライム。でも源内じいちゃんにも花ちゃんにも長屋のみんなにも悪い気持ちにさせちゃった。ごめんなさい。いや、俺も悪かった。謝るよ。ごめん、ライム。ホタル！あぶねえ、あぶねえ。あれ、これ。もう、これ、私の顔？ホタル様、もしかしてこれ、私のために？いや、ほら、おめえたちと会ってからよ、もうじき一年だろ。だから。ありがとうございます。大切にします。ってことはオタル、私のもあるんだね。まあ、その。なんだよ、じれったいね。その風呂敷貸しな。おお、似てねえ。でも正真正銘あたしだよ。ありがとう、オタル。ああ、ライム、敷の中にお茶碗2つしかなかった。それは僕のない。ライム、あのな。でもしょうがないよね。だってオタルがお茶碗作った時、まだ僕ごめんなさいしてなかったもんね。僕が悪いんだ。ライム、いらね。私もライムの分がないのならこれは受け取れません。私たちは三人平等だよ。三人ともオタルが好きだし、オタルには三人とも好きでいてほしい。変かもしれませんけど、最近それでいいような気がしていますの。三人で一人っていうかさ、誰かが欠けちゃいけないんだよ、私たちは。おめえら。だから、すみません。このお茶碗は受け取れません。実は、あるんだよ。え？作ったんだよ、ライムの湯飲みも。え？それじゃどうして？それがプラズマガマの事故でさ、こんなになっちまったんだよ。湯飲み茶碗だってのによ、これじゃ飯茶碗だ。しかも絵がさ、まあ、せっかくのプレゼントなのに、これじゃ。ライム、僕変な顔。ライム。本当だ。え、ひどい顔。ありがとう、タル。僕、このお茶碗大事にするね。ずっとずっと大事にするね。ライム、ごめんな。今度から気をつけろよ。ああ、こら。さあ、みんなのところに戻るとすっか。うん、お腹すいた。ライム、幸せ。うん、僕とっても幸せだよ。誰と話してんだ、ライム。おたる、大好き。あ？さあ、バーベキュー、バーベキュー。完成しました、ファースト閣下。究極の戦闘マリオネット、セイバービーストレオパルドです。よし、時は来た。行け、レオパルド。3つの乙女回廊を奪うのだ。